りましたね。視界が50メーターぐらいしかないですね。はい、おはようございます。釣りバカさん号です。霧ですね。デンジャーです。なので、近場でやっていきたいと思います。近場、港を出て約10分かからないぐらいのエリアに来ておりますが、まだねかろうじて周りに島が見えてるので、いいんですが、これ以上出ると本当にやばいので、すぐにでも帰れるようなところをなんか浮き上がってるんだな。でやっていこうと思います。で今日はちょっと実験的にスモールシルエットのこのですね、無限というセッティングですね、ワンピースさんのセッティングをちょっと試していきたいなと思います。一本針ですね、シャローで、まあこれからね暑いシーズンはまあシャローエリアが暑くなるぞと、暑いエリアいい感じになるぞということで、シャローエリアで釣れないかなというところ、まあ、キャスティングですよねをメインでこう釣っていきたいなと思うんですけど、幸い風、まあ、風がないから霧があるんですけどね、の状況なので、船を止めてでエンジンも止めてキャスティングでちょっと釣ってみたいなと思います。がしかし怖いな、気持ち悪いですね霧はね。まあ潮はね今日動くので、霧が晴れれば、この間の釣りの続きでちょっとディープボトムの釣りをちょっとやってみたいなと思ってるのですが、後々シャローもやっていかないといけないんで、シャローの釣りもやっていこうかなと。でジグと、まあ、シャローでジグとキャスティングといろいろこれから釣り方をね変えていかないといけないんで、いろいろやっていこうなかなと思っております。水深が今16メーターぐらいですね。まあ、シャローの砂地エリアで、先週も一応1枚はポンと取れたんですけど、さあ今日はどうでしょうかというところですね。ベタン反応が今のとこ、さっきちょっと浮き上がった反応が出ましたけど、芳しくはないですね。ちょっと探そうかな。ああ、いないことはないな。ああ、たまに出ますね。ああ、なんか上がってるな。いやあ、霧。ちょっと濃くなったり薄くなったりしながらですけど、これぐらい霧が出るとね、温泉航路を渡るのは危険なんで、あんまり沖には行きたくないですね。中間反応が良くないな。ラインが良くないかな。
いましたね。ほぼバーチカルになってからやったな。はい、チャリちゃん、よいしょ。はい、おおおお、元気元気元気。ちょっとスタート。はい、チャリちゃんって感じですね。はい、チャリちゃんですけど、今日はこういうセッティングですね。無限で一本針ですね。これね、2本にしちゃうとね、結構絡むんすよ。動きがダイナミックだからかな、多分な。うん、でリアの方がちょっと後ろの方が細くなっててよく動くんですけど、こんなセッティングです。結構ね、一本回りでもかかります。シャローの魚とかアクティブやし、よいしょ。この距離でメギがうっすらしか見えんな。島は見えてる、アジも見えてる、大島も見えてる。当たってる。おお、あ、しつこく動いてきたらだな。かからなかったな。いやー、気持ち悪い霧が。船がどっち向いたのかさえ分からんぐらい周りに真っ白。トムに魚チラチラ見えてるんで釣れそうな感じ。あ、当たった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 。あー、おうおう、もう一回、おう、まだ追いかけてきた。あー、帰ってった。なんかあんまり投げるよりバーチカルの方がいいんかな、まあ、そんな感じがするな。魚は小さいね。バッチシコ帰っていってますね、魚がね。 0.6 ノットか、しようがないしね、ちょっと厳しいね。あー、これまずいね。ちょっと岸に寄ろう。ダメすぎる、無理すぎる、危険だ、危ないっす。どこまで行けんねん、これ本当に。視界がこの距離で、いや
りましたね。視界が50メーターぐらいしかないですね。なんか魚がいっぱいおるぞ。はい、釣りバカ3号です。これ長崎バナなんですけど、もう50メーターぐらいなんですけどね、こんな感じですね。まあ出た時はそうでもなかったんですけど、今日は霧が出ました。全くどこへも行けません。ということで、まあ、チャリが1枚いるんですけど、まあ、見せるほどのもんでもないこのまま終わるかもしれません。おはようございます。釣りバカ3号です。いい朝日ですね。はい、今日もやっていきますが、今日のテーマはシャロで無限で釣っていきたいなと思います。まあアフターが終わってというか、まあ、アフタースポーンの季節で、まあ、梅雨の時期に入ってきたんですけど、これまで深場に魚釣れた。かわいいけどかわいいね。ほうほうほう、シャリちゃん、よいしょよいしょ、はい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 、はい、はい、シャリちゃん釣れました。おっと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 、はい、かわいい、よいしょ、サンキュー、よいしょ、はい、出ますね、無限一本針ですね。よいしょ、2本にしちゃうとね、なんかちょっと絡むんですよね。なんで一本針です。まあ大きくエリアを変えた小見の潮ですね。今から、小見の潮が始まるよというタイミングで、はい、ということでいかがだったでしょうか。今回の動画はですね、無限というワンピースさんオリジナルのですねネクタイを使ってシャローを攻めてみたというような動画でした。まあ1日目はですね霧でもうその1匹を釣って、その後釣りの続行ができなくなってですね、終わったという感じでした。で2日目はですね、まずシャローを攻めますよということで無限でやり始めて、3時間新しいポイントを攻め続けたんですが、まあ、ノーバイトということで、まあ、それを無限に限らずちょっとポイントがね、絞りきれていない、まあ、新しいポイントを攻めたということでそんな感じでした。で、そこから潮が変わったタイミングで、まあ、定番のポイント、しっかり魚が映るポイントに行くと、すぐ1枚釣れたよというような内容でした。ですね、まあ、その無限っていうこのネクタイなんですけど、結構特徴的な形状で動きはすごくいいです。で、まあ、スローというよりかちょっと早巻き目の動きがいいかなというところもあって、あとはシングルカーリーなので、まあシルエットが小さいというところで、私としては結構シャローのキャスティングでこの後ですね、この季節、まあ、これからの季節ですよね、非常に活躍するんじゃないかなというふうに思っています。で、大事なのはですねセッティングですね。針のセッティングとかを普通のセッティングでしちゃうと、この先端のカーリーの部分が結構細くて絡まりやすいんですね。
もちろんですね、ワンピースさんの方でも、針のセッティングを気をつけてくださいということがパッケージに書いてあってですね、オリジナルの、針のセッティングをお勧めしますということで書いてありますし、発信もされてます。まさしくそうだと思いますね。で、一本針が結構効果的でしたね。私もずっと平刃やってきて、あんまりシングルフックで使うことなかったんですけども、この無限に関してはやっぱりシングルフックのセッティングが非常にいいんじゃないかなというところで、当たってきた魚は結構ね、すぐかかるので、うん、やっぱりこれから暖かくなってというか、まあ、夏場の季節でそのシャローに魚が刺してきてますよという状況でキャスティングでやるという場合にですね、非常に有効なセッティングじゃないかなというふうに思います。まあ、私も今年の夏はですね、この無限いろいろ使ってですね、いろんなポイントで試していきたいなというふうに思います。はい、ということで本日もご覧いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録などよろしくお願いします。ではではまた。